はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はですね、こちら東京ディズニーシーにやってきました。7月にね再開したばっかりなんですけれども、今日はですねこの再開後のですね東京ディズニーシーの楽しみ方、皆さんにご紹介していきたいと思います。今現在ですね、やっぱショーパレとかがねやっていないので、アトラクションしかね並ぶところがないっていう感じはするんですけれども、このですねアトラクションの中に存在する今日は隠れミッキーを皆さんにご紹介していきたいと思います。ということで今日はですねこちら東京ディズニーシーのインディージョンズアドベンチャーに来ましたので、このですねインディーの旧ラインの中にある隠れミッキー、皆さんにねご紹介していきます。結構ですねインディージョンズアドベンチャーとかね待ち時間長くなっちゃいますので、せっかくね並ぶんだったらね風景とかあとは隠れミッキーとかをねぜひ探してみてください。それではですね早速ご紹介していきたいと思います。はい、こちら魔宮のですねすぐ真隣ですね。ここにね入り口があるんですけども、はい、ここにですね隠れミッキーがあります。こちらです。にですね、これ両側の壁にもありますので、ぜひ探してみてください。あとインディーからねすぐ近くにあります、給水機のところですね、水飲む場所があるんですけども、そこにもねこちら隠れミッキーありますので、ぜひね探してみていただければと思います。はい、ということでね今回はこちらインディージョンズアドベンチャーのですね中にあります隠れミッキーご紹介しました。ぜひね待ちながらね、こちら探してみてください。こういうね隠れミッキーを探すっていうのもねディズニーのパークのね一つの楽しみ方だと思いますからね、ぜひいろいろ他にもありますので探してみてください。それでは終わりにしましょう。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではジョマジでした。バイバイ。